はい、どうも、コミです。さて、本日は TH コンピューターさんから行ってみたいと思います。私のチャンネルなんですけども、タウンホール11から13まで幅広くですね、クラン対戦系の動画中心にやっております。まあ、やっぱ対戦で星が3を取れるかどうかってすごく、まあ、前回ですね、皆さんの大きなモチベーションの源になるかというふうに思ってますので、まあ、そういうところでこう、悩み持ってる方とかの、まあ、ヒントになるような動画ができたらというふうに思ってやっておりますんで、こちらご覧いただいてですね、あ、いいなと思ったらぜひグッドボタン、押してもらえたらすごく嬉しく思います。また、チャンネル登録がまたの方はご検討よろしくお願いします。というところでですね、本日はドラゴン見ていきたいというふうに思います。ドラゴンなんですけども、結構皆さん、よく使っているユニットなんじゃないのかなっていうふうにも思うし、使いたいユニットなんじゃないのかなというふうにも思うんですね。なんですけども、やっぱ成功させるにはやっぱコツがいくつかあって、まあ、そこのコツをちょっと今日は、見ていきながら、逆に失敗になるパターンも、どういうケースがあるのか見ていきたいと思ってます。2個、前回2個は、残念ながら失敗ということで、ご覧いただきたいと思いますが、まずは、成功パターンというか、まあ、うまいパターンですね。見ていきたいと思います。ディディさん。ディディさん結構、私のチャンネルにもよく登場してくれるんですけども、本当にテクニックがすごい方ですね。で、これタンホール13でやっているので、ちょっと12とは若干違うところがあります。何かが違うかっていうと、ロイヤルチャンピオンが、出てくるところが違うんですね。で、ちょっと細かく後で話しますけども、まずですね、一つ、ドラゴンをやる上で重要なことっていうのは、いかにドラゴンたちを密集させて、こうな、進ませていくルートを作るかというところなんです。で、これが、できるために使えるユニットっていうのは、キング、アーチャークイーン、突破兵器。まあ、この3つがタウンホール11から使えるユニットなんです。もう、まあ、10から使えるかな、10から使えますね。なんですけども、ロイヤルチャンピオン、これに関しては、タウンホール13からじゃなきゃ使えないという点が、若干ですね、他のクラン隊、タウンホール隊と違うところになります。で、結構この違いが大きいんです。のケースで言っても、タウンホールにこうアタックしていってるドラゴンたちっていうのが、ここに集まっているじゃないですか。なんでかっていうと、ここもロイヤルチャンピオンが、カットしているからなんですね。で、このカットの効果っていうのは、ドラゴンが横に反れないことだけではなくて、攻撃をしてこないわけですよ。投石機とか、ここにあった投石機なんかが、ドラゴンたちを横打ちしないんで、結構な体力をこう余して進むことができるんですね。で、これがかなり大きなポイントになります。で、タウンホール11、12で、赤に式と呼ばれる、突撃艦の中に、構成みたいなやつですね。その中にライトニングドラゴンとバルーンを入れて、クローンレイジを増やしながら一気に辺り周辺を殲滅して、で、今のこのロイヤルチャンピオンがやった仕事のような、ある区画の破壊をしていくっていう方法が、タウンホール12、13ではよく見られるんですけど、これは、11、12か、では見られるんですけども、今、やっぱ13になってくると、突破兵器は別に使うっていうケースが結構あります。で、そのためにじゃあ何でカットすんの格を潰すのって言ったら、ロイヤルチャンピオンになるんですね。ここがやっぱり大きな違いですので、まあ、そこに関して12とかのドラゴンの攻めを、興味のある方っていうのは別の、動画で私も解説やってますので、ですね、プレイリストにタンコル12プレイヤー用とか11プレイヤー用っていう、プレイリストがありますから、そちらの方も合わせて見てもらえたらいいかと思います。ただ、今回の動画の中には11、12でもすごく頻度になる要素いっぱいありますので、ぜひまあ最後まで、見てもらえたらなというふうに思います。で、ザザッと今流して全然解説してなかったんですけども、まあ、どんなようなアタックが、繰り広げられた、もう一回見ていきたいと思います。これですね。まずは、区画を潰します、ここ。潰すことによって、こういうふうに大きくドラゴンのルートを作るんですね、これ。ドラゴンのルートが、こんな風にできてますよね。くるって。で、ロイヤルチャンピオンでまずここを今潰していってますが、ライトニングクエイクを入れることによって、投石機を、ホーミングシールド一発でポン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 と折っていくことができるわけですね。ただ、投石機は、ホーミングシールド一発じゃ折れないんですけども、クエイクライトニングを入れてダメージを加えて削っていくことによってこれができるようになると。で、さらにこの外周部分、ここですね。リビドラでカットすることによって、ドラゴンたちが、右方面にこう反れないようにカットを入れていって、ここ。で、この面ですね。4時から5時ぐらいの面から一気にタウンホールに向けてドラゴンを出していくんですけども、これも重要です。まずバルーンを全部出してないところよく見てください。バルーン少量を出して、これでホーミングの回収をちゃんと見ています。
さらに今度はドラゴンを縦にしながら後ろからバルーンを刺していくことによって、このタウンホール突破したところでトームを使ってホーム状態で大量のバルーンがこの後レイジに乗って暴れるんですね。これが強いんです。このレイジバルーンが一気にこの周辺のグランドウォーデン、クロスボウ、シングルインフェルノ、宝石区画を一気にこう殲滅する力になっていきますので、あえて全部出すんじゃなくて序盤に少し出してホーミングのチェック、残りは攻め用のバルーン、だから攻めと守りのバルーンを使い分ける。これめちゃくちゃ重要です。で、それで外周こっち側ですね、アーチャークイーンとキングをこう歩かせていってカットしてますよね。そうすることによってドラゴンたちがこの外周方面にこう逸れてしまわないように、ここのケアをやっています。で、このババキンとアーチャークイーンっていうのは、これもコスがあって、今クラン城がここにありましたよね。このクラン城の援軍を釣らない範囲から出していくっていうのがすごく重要です。なんでかっていうと、今回のケースで言ってしまうと、ロイヤルチャンピオンが、どうだったかな、今そこに入ってたかな、ちょっと見てなかった、ごめんなさい、なんですけども、基本的にドラゴンを使う場合って、エアスイーパーがドラゴンの方に向いてないか、さらに、クラン城から、空の援軍、例えばその、ラバハウンドとか、空の援軍に反応しない援軍いるじゃないですか。まあ、ゴーレムもそうですよね。あとは、アイスゴーレムもそう。ジャイアントも。だから、対空防衛能力がない援軍が入ってた場合には、あえてそれを釣り出さない方が当然いいじゃないですか。ラバハウンドに捕まりたくないですよね。なんで、それを釣らないようにキング、クイーンっていうのを、このフラン城の枠外から出していく。これがめちゃくちゃ重要ですね。ちょっと見てみましょうか、今のところ。これ。こんな感じです。だから、ロイヤルチャンピオンホーミングシールドを使って、ここ、入らないようにこう折っていったと思います。多分ね。もう一回見ましょうか。そこがすごく重要です。この援軍をいかに釣らないかっていうところには、かなり神経を注いでやります。ライトニングクエイクを打ってからロイヤルチャンピオン登場ですが、ここでシールドを発動していって、そうですね、援軍を釣らないように歩かせていくんですね。こうやって、わかりますかね、釣ってないですよね。で、さらにキングクイーンも釣らない位置から出して、そのままフラン城から遠ざける方向に歩かせていくという格好にする。で、さらにエアスイーパーもロイヤルチャンピオンが潰してくれたここの領域、ここに対して効いてはいるんですけども、こういう風にタウンホール方面には全然これ効かないんですよね。ここには。通る分にはノーリスクで通れますから、こういう。安い効いてるんで。これもドラゴンにとっては美味しいですよね。で、しかもクロスボウは陸王名。だからこういう配置ですね。出くわした場合には、もう積極的にドラゴンっていうのを使う、プランを考えていくべきなのかなっていうふうに思います。というところでですね、次ももう一個成功パターン見ていきたいと思います。ミダコグさんの攻めですね。見ていきましょう。これで相手パーフェクトしますね、今回。ちょっと見てみたんですけども、ほぼほぼ全部ディガホグでした。投下弊社を使ったクイヒーディガホグですね。ちょっとこちらも動画にしたかったんですけども、今 JWC 期間中で結構皆さんガチ廃棄使ってるっぽいので、ちょっとですね、それはさすがに国内で、まあ、ね、一応見てくださる方が、まあ、そこそこ、ありがたいことに私のチャンネルもいてくださるので、それをしちゃうと、ティーコンさんに、いや、まずいなと思って、自粛しております。ごめんなさいね、本当ね、問題ない時には自分たちの非前回もあげたいんですけども、今回はごめんなさい、お許しくださいませ。というところで、ですね、ライトニングクエイクを使ってこちら側ロイヤルチャンピオンのまたホーミングシートも使っていきましたね。でさらにここ突撃艦で削っていきます。で、こうすることによって、必要最小限の呪文でここまでの削りをやっているということになります。で、今回はエアスイーパーが思いっきりこうタウンホール方面に向いてるんですけども、これどうするかっていうと、ですね、この援軍処理もドドメキットうまいですね。相手のストライカーと、スーパーガーゴイル、ドラゴンとバルーンで処理していく。この発想は、今のそのベビドラで釣りながら処理するっていう発想いいですね。で、今回もやっぱりタウンホールに、キングとクイーンが入んないように、ここをこう歩かせていきますね。こういう風にね。はい。で、ですね、今回呪文が全然、ドラゴンパートにないです。ないんですけども、注目すべきはこちら方面にある、マルチ攻撃施設の数、圧倒的にこれ少ないんですね。なんで、本当はこのアイスゴーレム絶対この、なんだ、こいつ、ウィズ島につけたかったんでしょうけど、つかなかったから、多分これちょっと考えてますね。フリーズを打ってからコウモリをクロス、投石の上に出して、さらに2個目のフリーズで、決死のこの、ウィズトを止めですね。何度かギリギリウィズトが倒せたので、
これでコウモリが伸びるという形になります。これ危なかったですね。下手して今、多分紙一重でしたと思います。一瞬多分、あと本当コンマ数秒で、コウモリが全部、ウィストに焼かれきっちゃったんじゃないかなと思うんですけども、多分あれは本当に、この、迫撃砲を見逃しちゃったのか、壊すはずなのを壊しきれてなかったのか、ちょっとわかんないですけども、ただまあ、そこを突破できてしまえばこんな風にがっつり伸びるので、ドラゴンに対してコウモリってめちゃくちゃ相性がいいです。ドラグバットと呼ばれる戦術になるんですけども、めちゃくちゃ相性が良くって、ドラゴンたちの、まあ、小回りも効きつつ、体力も高くて火力も高い。なので、あんま呪文を必要としないですね、ドラゴンって。必要としないんで、その分、まあ、その自力が強い部分っていうのを存分に使いながら、呪文枠はコウモリにされちゃうことによって、今回の相手みたいに、あるその一方向、こっち側ですね、こういう風に。この辺にこういう風に、ウィストとかが固まっちゃってる配置を相手にする場合には、今みたいにですね、ドラグバットっていうのが通用します。今は、宝石とウィストの深くを突撃艦で倒しましたね、突撃艦で。さらにこちら側、マルチインフェルノのところを、ロイヤルチャンピオンです。で、このロイヤルチャンピオンの潰しは、ドラゴンのためのサイドカットですね。さっきのディディさんがやったアタックと同じロイちゃんの使い方をしています。目的はですね。ただその目的に、追加でマルチインフェルノを壊すという仕事、まあ、コウモリの天敵を壊すという仕事、これも含まれているということを見逃さないでほしいな。まあ、この区画は完全にコウモリが嫌いな、ビズとドラゴンが嫌いな、対空砲、どちらも嫌いな、投石、まあ、この3つがあるんで、確実にここは突撃艦で潰したいというところですね。で、この部分、8、7面からドラゴンを一気に出していって、このウィストまで壊して、でここの、マルチインフェルノまで見ることができれば、あとは怖いのはここだけですから、しっかり、本当はアイスゴーレムで止めてフリーズって感じにしたかったんでしょう。まあ、止まんなかったんでフリーズ2発で、このウィストを止めて、叩いていったという。ね。はい。では、ここからはですね、ドラゴンを使った、ちょっと残念ながらうまくいかなかったレーンもちょっと見てみたいというふうに。まず1個目はですね、こちらですね、宝石さんのアタックになりますけども、あ、間違えた、ごめんなさい。これではないわ。ミダゴグさんのアタックですね。ミダゴグさんの、1本目が実はですね、失敗になってるんですね、ドラゴンで。ミダさん、ドラゴンよく使うので、珍しいミスだった気はするんですけども、どういう風にミスったかというと、結構ですね、タウンホールにの処理でミスることってかなり多いです。まあ、ばらけてしまうっていうケースも当然あって、ばらけてしまう場合にはルート作りをちゃんと見直すべきだと思うんですけども、タウンホールはそもそも、ドラゴンパートの場合、どこで処理するかがすごく大事になってきます。まず、この突撃艦の前ですね、エアスイーパーに吹かれても冷静に、対空砲のターゲットをほとんど受けてなかったので、冷静にここ、両手を育つに待って、奥まで突撃艦を入れてから破裂させることによって、しっかり令状を使ってこの広い区画全部カットしてた。これは非常にすごいですね。めちゃくちゃ綺麗に決まったなという感じなんですけども、ここからも冷静です。しっかりバルキリーで相手のストライカーを処理していきながら、ラバーハウンドの処理はロイヤルチャンピオンでやっていくという形ですね。こういうふうに持ってますんで、ロイヤルチャンピオンがそのままパピーを処理する際にもポイズンの呪文でしっかり処理ができます。で、これクイヒー使うときもそうなんですけども、ポイズンはしっかりユニットの真上に落としてください。こういう風に。そうするとユニットに、パピーが集まってくるんで、自然とこのポイズンの輪の中に入ります。結構ね、ラバーハウンドの上に落としちゃう人がいるんですけども、それすると自分のユニットの後ろ側のパピーが残っちゃうんで、必ずユニットの真上に落とす。これすごく大事です。パピーの上に落とさないでください。あ、ラバーの上に落とさないでください。こう勘違いすると結構大きな差になります。で、ですね、ちょっと見逃しちゃったな。こちら側ですね、カットを決めてましたね。なんでカットしたんだろう、ちょっと見なかったけども。ただですね、今回の攻め、ドラゴンの序盤はすごく綺麗にまとまっていって、しっかりと、タウンホール側に向かっていきながら、アーチャークイーンとキングで、これまたですね、クラン城から援軍を呼ばない、ここですね、呼ばない位置から、こう、クラン城から遠ざかる方面に進めていきます。こうすることによって、カットがもう突撃艦でできています。こっちもアチャクイが壁の外側から折ってくれますということで、ドラゴンのルートはこう限定されながらしっかりタウンホールに向かっていくと、まあ、そういうルートを目指しているんですけども、これ残念ながらですね、フリーズで一生懸命タウンホール固めるんですが、ちょっとね、ドラゴンが伸びきらないんですね。
対空砲の、射程範囲内にこう金庫とかがあると結構足止めを食らっちゃって、最終的にはドラゴン3体、いるんですが、タウンホールにアプローチできているのは、まあ、ほぼ2体1体ぐらいしかいなかったですね。なのでこれがずっと生き生き仕事しちゃうんですね、タウンホールが。やっぱタウンホールって、対空砲より並みのダメージが4体のドラゴンに入るんで、これは当然めちゃくちゃダメージでかいわけですよね。でこれが残ってしまうと、まあ、当たり前ですけども、対空砲 1,2 本の比じゃありませんから、食らうダメージがもうガツガツドラゴンが落とされちゃうということで、そこがちょっとですね、今回ひだこくさん読みがちょっと違っちゃったところかなと思います。まあ、そのためのフリーズをいっぱい積んでいて、タウンホールに仕事をさせないはずだったんですけども、フリーズが効いてる間に落としきれなかったっていう、まあ、多分そこが少し誤算だったかなというふうに思います。なんでタウンホールはなるべくなら序盤に落とすプランを、組んでおいた方が、後々のドラゴンの伸びっていうのが期待できますんで、まあ、おそらくミナゴフさん結構この攻め慣れてるんで、こういう風に、タウンホール後半でもいけるかなっていう風に踏んだんでしょうけど、まあ、慣れてない方にとってはタウンホール序盤、これはほぼほぼ、自分の中でそのルール化してやってもらった方が安定感出るかなという気がします。でもう一個がですね、こちらのアタックにあります、琴田さんいいのかな、まあ、よく見るテンプレ陣ですよね。これをドラゴン攻めで取っていくんですけども、これ本当に惜しいんですね。というかむしろこの攻めすごくいいですね。ただタッホールに対する、ね、アプローチがちょっとまずかったんですね。これこの配置、まあ、テンプレでいくとここにトルネがあるんですよ。トルネがここね、このトルネが今回嫌な仕事をしちゃいます。まずはババキンとアーチャークイーン、キングを盾にしながらベビドラでカットを入れつつ、アーチャークイーンをこの壁の中に入れていきますね。狙いは相手のイーグル砲とバーバリアンキング、さらにここら辺にあるテスラウィズとこの対空砲2本、これを全部折っていこうということですね。ロイヤルチャンピオン、バーバリアンキングがタギを取っている間になるべくタギを受けないようにこう出していくっていう、これもう鉄則ですけども綺麗に決まってますね。ロイヤルチャンピオン、まあ、そういってもクロスボウのタギを受けちゃってるんで、まあ、そう伸びはしませんけども、対空砲1本しっかりと折ってくれました。でアーチャークイーン、ここでクロークを発動して2本目の対空砲も折り、ドラゴンのルート結構綺麗にできてますね。このエアスイーパーの効いている範囲にも防衛がないので、こういう風に。ドラゴンたちは別にエアスイの影響を受けません。こっち側のエアスイも同じですね。こう、あ、こうか。なってますけども、ドラゴンには影響しないんで、ドラゴンが生き生き、進められるという状況ができてます。さらにここ、天才ですね。ライトニングでカットしていって、ドラゴンたちの、仕事っていうのはもう正面ここから入っていって、こんな風に踏んでいくイメージですね。こういう風に。こういう風に進んでいくイメージ、ここを進んでいくイメージですね。なんですけども、まあ、突撃艦トームでタウンホールを狙うっていうのは、まあ、これは鉄板だと思いますが、やっぱ数サイドをしてしまっていると結構ですね、タウンホールなんかもう起動する 50% 超えちゃうんですね。今見てもらって分かるように、トルネードトラップを受けたことによって、突撃艦が回され、かつその突撃艦が破裂して出てきたバルーンとドラゴンがみんな起動したギガインフェルノに焼かれちゃったんですね。でこれによって今ここでレイジも使わさせられた上に、ドラゴンたちが体力相当削らされて、でタウンホールをやっと壊したという状態になってしまって、防衛は全部こう処理できるんですけども時間切れになっちゃうんですね。火力が足りなくって相手の体力を削りきれなかったということになります。多分これは相当悔しかったと思いますね。トルネがここにある場合っていうのは、まあ、本来今の突撃艦の当て方っていうのはもう鉄則です。鉄板というか、ドラゴンたちと一緒に突撃艦を合わせていって、トームを使って、無敵状態のままタウンホールまで確実にホーミングがあっても届けるという形を作るんですけども、ここにもう、トルネがある場合には逆に最短距離でぶち込んじゃうっていう手もありますね。そうすることによって、まあ、安い場は効いてるんですけども、タウンホールがこういう風にあるんだったら、これスニークゴブリンプラスイエティとかで、このタウンホールを落としちゃえば、
まあ、今のようなことは起こらなかったかな。まあ、そのクロスボウとかが若干あったんでね、そこに対してドラゴンが少し寄り道するかもしれないですけども、タンホールから強烈なダメージを食らうということはなかったと思います。ちょっとね、そこが誤算だったのかなと思いますが、ドラゴンを入れる前のパートだったり、入れてからの呪文だったりのその使い回しはめちゃくちゃうまかったですよね。非常に滑らかなんですけども、やっぱりそのタンホールを最後に残すドラゴンで処理するっていう形だったり、突撃艦を使ってトルネに捕まっちゃうっていうパターン、まあ、この辺っていうのは結構事故につながるリスクが高いので、実際やる際にはですね、こういった点注意しながら、ルート作りをしっかりと、やっていって、ドラゴン生き生きするですね、活躍の場を作ってやってみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。というところで、本日ドラゴン攻め見てまいりました。いかがでしたでしょうか。これ参考になったなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンやってもらえたらすごく嬉しく思います。よろしくお願いいたします。またですね、冒頭言ったように、私のチャンネルタウンホール11から13まで幅広く、こういう対戦系の動画の解説を行っておりますので、これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。